択しない場合、余っている役職がランダムで振り分けられます。あなたの役職は人狼か。人狼です。夜が更けました。発言ターンに入ります。9番のプレイヤーが発言します。村人ジェイです。まあ思考開示としては、自分はなんていうのかな、明らかになんか、その人はそういうニュアンスで言ってないって、いうことってあるじゃない。その人がなんか、どう言ったらいいかな、汲み取らない人っていうのかな、多分この人はこういうふうな発言で言ってるのに、違うなんかニュアンスで、捉える人が黒く見えちゃいますね。はい、もうそれだけです。で、占い師においては自分はこの位置なんで、もう普通に口頭で出てきてもらいたいですね。はい、それだけお願いします。2周目、なんていうかな、バーンと出されてもしっかり落とせないんで、なるべく色をつけていった方が、2日目以降も村は強いと思ってるんで、自分としては色をしっかりつけていきたいです。以上。1番のプレイヤーが発言します。はい、お願いします。じゃあ9番に関しては、まあ、いいことを言ってんなって思いましたね。なんか汲み取れる能力は、まあ、人それぞれあるにして、その、まあ、例えば7番が言ったことをどう受け取るかっていうのを、まあ、ねじ曲げて解釈するのは人外思考かなって僕も思うから、まあ、いいこと言ってんなと思ったけど、別に白ともならないし黒ともならないから、まあ、完全に襲名地かなって思ってますかね。で、僕はまず霊能が西洋になったら脳死で釣り切ります。脳死で釣り切ります。まあ、脳死の理由は、まあ、その霊狼の精査よりもグレーの精査を伸ばしたいから、伸ばしてほしいからって思ってますかね。あとなんか裏考察をやたらしする人いるんですけど、なんか基本は表推理からやってほしいかなって思ってます。なんかその裏を追う人はなんかあんま村っぽく僕は見えないですね。2番のプレイヤーが発言します。はい、霊能者です。まあ、1周目に出た理由っていうのは、まあ、石丸さんみたいに霊能の真偽っていうよりも占い師の真偽とグレーの精査をしっかりしてほしいなっていうのと、まあ、もし僕の対抗が出てきたとしても盤面狭まるんで、まあ、無駄にしかないなと思って出ました。はい、まあ、9番さん1番さんともに霊能者です。霊能者です。はい、9番さん1番さんともに、まあ、新商愛ですね。言ってることはすごく納得できるし、まあ、1番さん脳死でロラするって言ってますけど、一応僕も村のために、ね、あの占いの審議グレー精査しっかりやっていきますんで、まあアドバイス程度に入れていただければありがたいなと思ってるんで。はい、こんばんは。はい、以上。3番のプレイヤーが発言します。はい、お願いします。まず9番に関しては汲み取り進行、まあいいかなと思います。自分もなんか言ってること汲み取れ、こんなことも汲み取れないんだっていうのはちょっと、人外かなって思っちゃう派だから、まあ9番の思考解除は良かったかなって思いましたかね。で、1番に関してはまあ9番を、まあ印象はいいっていうか、まあ分かるけど2周目ってかことで、で1番で気になったのは裏考察する人イコール人外みたいな、別にそれは成り立たないのかなっていうのは自分は思うかな。まあ、普通表考察から入るっていうのは分かるけど、まあ、裏まで追っちゃうのは村でもやるかなと思うんで、別にそれイコール人外ではないから、まあ、9-1 で比較したら1の方が若干印象は悪いかなっていうぐらいかな。で、2番さんに関しては、まあ、例の場合、まあ、別にいいんだけど2周目で出た方が強いかなって自分は思っちゃいますね。はい、以上です。4番のプレイヤーが発言します。まあ、ちょっと3番さんが9番さん白く見る視点は俺は合わないけど、一応3番さんってしっかり91で比較して1の方が怪しいって言えてるとこは俺3番さんちょっと白いかな。まあ、2番さんちょっと1画するかわかんないけど、対抗出たら多分2番さんから行くから、俺あんまり1周目から出る霊能者ってあんま死んで見ないよね。9の1で出たら、全人が露出も十分あり得るから、まあ、これ、一角したら申し訳ない。で、自分は9番さん釣りたくて、なぜかっていうと生存欲あるんよね。9番さんの位置でドンで出た時って9番さんって盤面整理が結構テンパるから、そうなった時って釣られる可能性って十分あるから、釣られたくない感じがすごくあったんで、生存欲を感じたんで、俺9番さん釣りたくて、
まあ、1番さんは2周目で、3番さんは俺結構白いかなと思ってます。5番のプレイヤーが発言します。はい、1周目お願いします。そうですね、4番さん9番さん連れ出したの、うん、いいと思いますね。はい、で3番さんからあの91の方で1の方が印象悪いって言ったんです。それも僕一緒で、1番さんなんか裏考察する人って結構いるくないですか、マジで。結構いてるで、裏考察する人って。うん、だからそれをあえて なんで言ったんかな、おっしゃったんかはちょっと分からへんねんけど、まあまあ、うん、色落ちひんなと思ってるで。だからもう、うん、9、1、2周目でいいんかな。だから3、4はあれ、印象かなり、うん、印象いいかな。でもまた白も黒もなし、で、2番さんは対抗出てからでいいんかなと思ってますかね。はい。かな。うん。だね。まあ、2周目、しっかりツリースとかね、上げていけたらいいかなと思ってますので、はい、お願いします。6番のプレイヤーが発言します。お願いします。正直、今一番釣りたいのは5番さんで、5番さんは、4番さんが言ってた、その9釣るのいいって言ってて、だけど、5番さんは9、1比較したら、1の方が印象悪いって言うし、サインを後回して、結構なんか言ってることが矛盾してることが多かったんで、自分は今まで聞いた中では5番さんが一番釣りたいかなと思います。まあなんかどこにもヘイト向けたくない感じがしました。うん、あとなんかそのみんなね、なんか裏考察があって言ってましたけど、僕1番さんの言ってることは別に悪くなくと思って、1番さんの言ってるその裏考察はしてほしくないって言ってるだけで、別になんか3番さんから始まったと思いますけど、別になんか裏考察をするから人外で見るっていうよりも表考察しっかりしていきましょうぐらいの感覚だったんで。初見さんいらっしゃい。自分はその捉え方って、さっきね一番最初に決まってましたけど、捉え方的に僕1番さんってることって、その捉え方でだいぶ7番のプレイヤーが発言します。お願いします。僕も5番さん釣りでいいかなと思っていて、理由に関してはほぼ一緒ですね、6番さんと。ほとんど言われてしまったかなって感じですね。5番さんって4番さんが9釣りって言ったのがいいね、9釣りいいよ、いいと思いますよって言った後に、91で比較した場合、3番さんが言うとおり1の方がめちゃくちゃ印象悪いねって言った後に、912周目でいいですよねって言ってるのが、1回の発言の中でそんな3回も無視をすると思ったんで、5番さん釣りでいいかなと思ってます。まあ、三馬さんに関しては91の差をつけたって議論姿勢に関してはいいかなと思うけど、まあ91の差のつけ方に関しては若干ちょっと浅いかなと思ってるから、20年グリーン精査聞いてからかなと思ってます。まあ9番さんに対して4番さんが言っていた生存意欲っていうのは、まあ一つ村側の精査意欲とも取れなくもないから、9番さんに関してはグリーン精査伸びなかったら釣りでもいいかなと思って、ただ現状5番でいいかなと思ってます。以上です。8番のプレイヤーが発言します。はい、お願いします。まあ自分は占い師じゃないんで、占い師さんが潜伏してますねってことですね。まあ釣りたいと思った人は4番と5番、まあ5番に関してはまあ6番とあんまりなんていう理由が変わってないから別にいいかなと思ってて、まあ、4番に関しては今若干7番が触れたけど、4番で9番に対して9番の防衛本能っていうのは、なんか9番が村として思考を伸ばしたいから占い師2周目から出てほしいっていう、なんか9番が村としてのなんか想定全然してあげてないなと思ったから、4番が9番に対してかわいそうな精査してるなと思ったのと、まあ、3番が1番と9番に対して作用つけてるから印象がいいって言ったけど、そもそも4番が9番と1番で比べた時に単体で9番を怪しんでる中で、1番の方を単体で怪しんでいる3番がその作用つけただけで印象が良くなるのかなと思ったから、でその4番を評価したら5番もまあ分からんし、まあ、目線のおかしさもあったから、基本的に4番と5番から釣りたいかなと思って、1番村っぽいなと思ったのは僕は6番です。まあそのぐらいかな。はい。9番のプレイヤーが発言します。5か4と5があれなのか、俺もね、単純に5番さん、5番さんが何に白、2番に白かで、8白か8白、うん、まあでもそうするとあれですよね、なんだ、2が出てて、強靭が出てないっていう発想にもなるってことです。俺もね、素直に5番さんの違和感は半端なかったなと思ってます。4から、9釣りってなったんでね、それまでは 1,2,3 の中で、なんだ9の進出は良かったところで、4みたいな人外はあんまり見えないなと思ってます。素直に5はなんでそんな感じになったのかなっていう、なんていうかな、すごい合わせた人狼だと思ってますね。
で、誰も出てこなくて、もう本当に、人外で出てるとさえ思ってますね。これ1つランはい、プただ、ダメやろ。6、7、8からみんな5ですよ。これこの違和俺感も1半つ端ないラかったンかなっプていう、やばくねえ完全か。に1周目の発5言聞いたときがは、9つり寄3番せから6、6、一番良かっ7って5たと思う。つり寄2をせてる切るっていから。う、例の切るってとこと、サイをしっかりつけたこと。やばいやっぱこれって絶対、ムラリはあると思ってます。俺1位連投、はい、怪しまれる、ね。まあ、なんだろう。5が何しろか。にしろ、にしろ、4が、8しろか、6、7、9か、6、7、9。じゃあ自分は3抜けて、6、7、8でいいと思います。一番さんがそんなに自分も黒いとは思ってないんで、6、7、8、9でいいんじゃないですか。ただ、別に総理分け6、7で黒さ要素ってのはないですね。1番のプレイヤーが発言します。現状、4番は進路かなと思ってて、5番は心境かなと思っている。4番の言い方1と足り得るのが、今現状の発言聞いた方だったら9番かなと思っている。9番に対して、まあ、終始弱かったんやけど、一番違和感に感じるのが、4番、5番が占い師をしています。その状況下の中で1周目の精査を引きずって、例えば、今5番の方が印象悪く見えている。それは1周目の印象。だから2周目の発言を聞きたい。っていう、俺の占いに精査する意欲を感じなかったから、なんか5を、例えば4級とかで5を偽で、なんか偽決め打たせれるぐらいの余裕を持ってるのかなってちょっと感じたかったし、なんか6、7、8からする目線がよくわからない。俺は6、7、8の中だったら、絶対に6が一番良くなると思っているから、6って5の違和感を拾っただけでなく、1の発言のまさにあなたが言った、9番が言った組み取りをすごくした人物だと思っているから、あなたしてムラリがある行動をした6番をなぜ弾けないかが違和感かなって思っているかな。ただ俺は7番もって、ね、ほぼ6番の便乗意見だったと思っていて、6番の単体から出たのが、単体でだから出た発言がそこまでなかったから、なんか6、7、8の中であったら一番白さのランクが下がるかなと思っているから、今日は7、9どっちかが落としたいかなと思っているかな。まあ4、3とかもありえるけど、なんか、まあ、あと、ああ、いいわ。2番のプレイヤーが発言します。はい、騎士出ませんか。はい、八幡さん騎士ね。はい、ありがとうございます。どうしようかな。まあ、八幡さん、騎士、一番ラスポジにいるんで、八幡さんにランページ任せますね。現状僕、臭いなと思ってるのは9番さん。今の一番さんもちょっと気になったけどね、6、7の差異で7は6の便乗してるだけって言ってるけど、6番さん、7番さんは5番に対してのおかしい要素を6番が出したんで、割愛した段階で、4番に対しても言及入れてる感じが良かったと思ってるから、6、7って共に、これだって俺の方が心配だかなと思って、俺の釣り先広上いけないのは3番さん。1番の中で4番にだけ触れてる構図がちょっと気になってるかな。4番が、4番、5番、5番が心境の理由ってどこやったのかな。5番って6に白出しやから、まあ、5番が盤面広く保ちたい強靭っていう視点を持っているんやったらいいけど、普通に考えたら5番振動になって、4号振動になってる構図になると思うんやけどね、一番さん。どっちが真っぽいかって言ったら4番さんかなって思ってて、8番から4番に対して言及観点が出てる段階で4番狼やった場合って8番に白っても8番の票回収できないと思ってるから、単純に8番にランダムで白が落ちてる可能性の方が俺は高いと思ってて、まあ一番一周目の話って4番さんって潜伏信者やったから、それに関してはまあ両面性があるから置いといたとしても、確かに5番さんの視点のぶれはおかしいと思ってるんで、釣り逃れで占い師に出てきてる可能性の方が大きいし、4番人外で8白落ちっていうのがあんまりちょっと見にくいなって。まあ8番さんに任せます。3番のプレイヤーが発言します。はい、はい、はい、よろしくお願いします。まずグレー精査からいくと、まあ、6に関してはもうみんなが言ってる通り白いかなっていうのは思う。普通に俺の91の精査をつけたのはまあ色落ちさせるためっていうのもあるけど、まあ、差異をつけたために、まあ、言ったっていうぐらいのことだから、それに便乗してきた5番っていうのは普通に怪しかったし、その、まあ、視点の話だよね。その91に周目とか言ったり、まあ、4が9通用してるのを容認したりという、まあ、そこはもうみんな言ってるから割愛するけど、まあ、普通に5番の方がおかしいかなと思うかな、占い師だったら。
で、9番に関しては、1、3の精査をほぼなんかしてないのに、6、7、8からっていうのが、まず意味わかんなかったんで、まあ、普通に強めかなって9番に感じたかな。自分釣りも入れてたから、6、7、6、7、9でいいって言ってたから、普通に白いとこから釣りをしたい強人なのかなって思ったぐらいかな。1番に関しては、なんだっけ。ごめん、ちょっと忘れた。ちょっと待ってね。7番からいくか。7番に関しては別に便乗位置って言われてるけど、正直、席の問題だから、そこは俺気にしないかなって思うけど、最後に言った9番のグレース差が伸びなかったら釣ればいいっていうのがちょっと気になったかな。9番の位置って一番伸びにくい位置だし、それでグレース差できなかったら釣るっていうのはちょっとひどいかなっていう。そこだけかな。1番に関してはなんだっけ？やべ、忘れちゃった。あんまりのさんが言ってたけど、5番を強靭で送る視点がよく分かんなかったかな、心境で。まあ、5番強靭なら狼囲いたいから、レイノヒーロー打たないかなっていうのは思ったかな。釣り位置は1。4番のプレイヤーが発う言しん、ます。今日1番釣りたくないの9番さんね。自分が9番釣りたいって言って、5番便乗で4白い9釣りたいって言ってるんで、俺もう9番さんの狼は現状ないと思ってる。時点で7番さん？まず6番さんが5を怪しんで、7番さんも便乗して5を怪しんでるんで、7号だったらあんなことはしないと思うんで、時点で7番さん。まあ、6番さん、1番さん、3番さん比べると、俺はちょっと1番さんが9釣りをしてるのがちょっと怪しいか。盤面的に9ってないと思うよ。自分も9釣りよし、5も9釣りよしだから、その釣りやすい9番さん、釣りをしてる感じがちょっと1番さんかな。時点で3番さん。まあ、6番さんって5釣りをしてるから、6号であんまり俺はやらないかなと思ってんだよね。うん、だから俺は、1つって3占いしたいかな。だから8番さんは俺超えしてほしい。多分、自分噛まれると思う。かなりね。自分は1釣りの3占いをしたいって言っとくね。現状ね。まあ、一応6番さん、7番さん2周目聞けるから変わるかもしれないけど、現状9番さんと7番さんは釣りたくない。5番のプレイヤーが発言します。はい、2周目お願いします。はい、絶対無理っすよ、4番さん。絶対無理。てか、4番さん、1周目9番さん釣りをしたい、釣りをしといてましたよね。どこで、どの、1周目の最後のあの発言、どこから9釣りたくないって変わったんですか？僕も97ランですね、僕も。はい、1番さん目線一緒やったから、俺はもう絶対1釣りたくない。うん、で、時点で、6番さんが、まあ、ごめん、1周目はほんまになんかもう、なんか、色落ちひんかったから、マジでこうごっちゃなってもうたから、でもそこを真っ先に叩いて、6番さんは白いと思う。で、3番さんも僕のこと疑ってるけど、なんか、あれ、なんていうんかな、この、あれ、精査しっ8かりしてる番かがどら、こ釣り押すかいいと思な。ったから、今日は俺、7級のランでええと思うで、1なんか絶対ないやろ。1の考察なんかもうめちゃめちゃいいやん。白これ。だから、これも2世で終わる、2世で終われるけど、追われてると思うけど、8番さんできたら護衛してほしいかな。うん。4番さんの相方、ほんま7か9どっちかにおると思ってるで。うん。どっちかにいてると思う。7、9どっちかにいてると思う。これほんま4番さんと真逆のこと言ってるから、まあ乱して8番さんが上げてくれたらええけど、俺も1と6は絶対釣りたくない。うん。い3文字点やー、で。だから今死ぬ日の釣やり位置、7、ろ、9、これ7、やっ9ランっぱて言ってくれ、俺は。ね、ゴーロジックはい。で言ったら多分1が以死上ぬかな。から、6番のプレイヤーきがつ発い言ね、しこまれ。す。はい、お願いします。5番、まあ、4、5比較すると、やっぱり5番の言ってることやっぱちょっと変だなと思うんだけど、7級で4をローキしてる過程だと思うんだけど、それ復で帰し相ま方しが7て、級変えにいてるっくれて、た9番の。をあんな潜伏した中で相方はあんな釣りをして、ショート位置の人をね。それでも5番さんって4級に見える視点がちょっと僕には理解ができなかったのと、あと1番さんの言ってる5番の狂気がちょっと分かんなかったですね。まあ、それは2番さんからずっと始まってますけど、1番が5番を狂気するって、一番強靭の可能性もあるのかなっていうふうには多少考えちゃいますけどね。で、ただ、9番が、
6から8にかけてなんかその釣りをしてる感じに関しては結構あのなんだろう、6、7、8って意見がまとまってほぼ同じだったにもかかわらず、そこを釣りをしたいってなかなか狼だったらできないと思ってるから、9はローではないかなと思って、あの人外だったら強人かなと思ってます。でやっぱりグレーを落とすんだったら黒いきたいんで、うん、正直 1番の5強人置きがちょっと僕やっぱりね、みんな言ってるけど理解できないんで、5番は1を落としたくないって言ってるし、5を、まあ、あの陣外で置くんだったら1番はあんなにね守るして、あの姿勢っていうのがやっぱりちょっとね相方に見えなくはないんで、僕は1から落としたいかなって思ってます。はい、以上。いや、やべやべ。6番さんに関しては火釣りでいいかなと思っていて、4号が辛抱過程の場合に4番は6番白評価、5番に関しては6番に一切触れない、5番視点叩かれてるのは6番7番から叩かれてるのね。もし5、6狼だった場合に6番からは確実に5番に対するライン切りの姿勢見せてるのに、5番がそれに一切応じず全く触れないっていうのがあんまり5、6も見にくいかなと思っている。かつ、もしも4号心境過程でグレーが2ローだった場合に、基本的に9、1、3ともに6白評価しているから、6番さんで絶対的には評価周知になってると思うから、6番は非釣りでいいと思っている。で、まあ、占い進路の方の可能性が高いかなと思っていて、その場合に9番も繋がらないかなと思っている。そもそも5番さん視点の4級が見える視点が分からなくて、9番は初っ端出てきてほしい。占い潜伏されたら困ると言ってる人物で、その9の相方として4番が潜伏選んでるっていうのがあんまり気の繋がりに見えますかと思ってるんですけど、かつ7番が9番が村で制裁欲を出してるかもしれない、ただ伸びなかった場合は釣りますよって圧をかけてるつもりなんだったんですけど、9番って結構釣られかねない位置だったから、少なからず5級だった場合も囲いも入れるかなと思ってる。だから9番も非釣り位置かなと思ってる。だから1、3でいくと、まあ、1番さんのその5番が強調を期してる視点はわからないかな。まあ、3番さんが7番に向けてきた9釣るってひどいかなっていうのは、9の若干評価集してるかなと思うから、まあ、1落としの3占いが悪いんじゃないと思ってます。8番のプレイヤーが発言します。まあ、全然自信ないんですけど、まあ、1、3ランでいいかなと思ってますね。まあ、まあ、占いの線は多分心労なんじゃないかなと思ってるから、まあ、9番はあんまり村っぽくはないんですけど、まあ、5番単体の発言めちゃくちゃおかしいと思った時に、なんか6番7番8番がそこまで5番に言うかって言ったけど、別に単体で5番おかしいんだったらいいだろうと思ったから、まあ、9番微妙かなと思ったけど、まあ、1番に関しては1番の発言から4番1番狼とかありそうだしね。なんか1番が4番が心労だと分かって、4番の狼相方分かっており、なんか5番の白助にも聞こえなくはなかったから、まあ1番の5番狂気がね、まあ、確かに2番さんの言う通り、なんか僕がなんか4番ちょっと殴ってる中で4番が僕に白打つのってあんま人外っぽくはないんですよね。まあ、そこは理解してるんですけど、まあ、5番の発言も真っぽくないから結構占い師にむずいと思いますよ。で、3番に関して違和感だったのが、まあ、9番狂人の視点は分かったんだけど、そこからのなんか、まあ、9番狂人に見えてるって占いが真ので1番6番7番にあった視点の狼がいるんだけど、まあ、その考察があまりのびてこなかったかなっていうのが、まあ、そのままで気になったし、なんか、申し訳ないけど、ちょっと、占い声せんやろな。慌てたかなっていうのをちょっと感じちゃったので、負けか。あと、まあ、6番からは2周目も黒要素が拾えず、まあ、7番は白くはないんだけど、別に黒要素もないって感じ。だから、7番に占い飛ばすのもありかなっていうのは思ってるかな。まあ、そんぐらい。まあ、俺が狼逃したら申し訳ないけど、今日は1番、3番の欄にしようかなと思ってる。さあ、入れるか。いや、俺が騎士引いてよかったんかね。まあ、いいや。ああ、もうちょっと今回はつなごうか。いやー、これこの人占い審議どっち審かわからんって言ってるから、多分霊声しかせんから、これ釣られたら負けるわ。ちゃんと釣らないと。あぶね。あぶね。あぶね。3番のプレイヤーが発言します。5番さん7投票って何ですか？5番7投票、今日1、3のランじゃないですかね。あ、ほぼこのシーンは切っていいのかなってこれで思いますかね。まあ、ちょっと強人っぽいけど、ま
まあ、強靭アピールしている人狼もあると思うんで、まあ、ほぼ5、2世決め打っていいのかなって思ってます。で、なんか6、7番さんが言ったけど、あの4級狼ないっていう理論が別にそんな分かんないから、別に普通に4級で4か9を最初に釣りをしてって言ってたじゃん、自分で4番さんで潜伏欄に出て9番が占いとかなんか逃げなかったから9は白いみたいなっていうのできるじゃん、普通に4級でも。だから別にそのライン精査は無意味かなって個人的には思ってるんで、うん、それで9が外れるのはちょっとおかしいかなって思ってますね。ぐらいかな。なんだろう、あと。あ、一番さんに言いたかったのは、あの、7のちょっと不当な殴りがあったっていう。1番のプレイヤーが発言します。7に関しては、ごめん、8の発言と7の発言を勘違いしていただけるので、それだけです。5番を強靭といた視点は、5番が6、7、8からヘイトを向けられている状態で、5番が使用したところで、審議者ってつく状態で5番が狼で使用したって考えるのが、んって思ったから、それやったら相方が使用して、まあ、他のところに白飛ばすもしくは囲いを起こすとかの方が、なんかね、圧倒的5番のやってることって、狼だら、HP 管理、なんかもう、HP ないのにできた感じに見えちゃってるから、5番強靭かなって思ったかな。まあ、それぐらい、なんか、雑感って感じかなと思っている。まあ、5番の方が偽っぽく見えるけど、なんか、5番偽大きすぎてるから、俺はなんか4、ローの視点を伸ばしたかっただけかなと思っている。まあ、俺は7級の方が怪しく見えたけどね。でも3に入れるしかなかったんや。3つられてくれ、頼む。3つり1黒しかね。ああ、よかったよかった。投票が終了。5番3に入れてるやんけ。5番3に入れてるやん、やばこれ。まあしょうがないかなって感じだけど。ああ、うん、てか占い飛ばすなら6番がいいんじゃないか。多分6狼だったらこれ勝てないよね、普通に。てか、まあ、5番死んだらもう勝てないから、だから普通に8番さんも4番さんに超えられるやろ、俺の普通に。まあ、俺の遺言で強くなれるかどうかっていうのもあると思うけど、うん、このシーンはもう切っていいかなって思うかな、普通に。なんで4番鉄板声で明日4か黒を見つければ勝てるんじゃないですかね、普通に。まあ、5番さんは明日投票の理由を説明した方がいいと思いますよ、普通に。ちょっと1番さんが村っぽいかなって思っちゃったかな、最後。なんか7球から行きたかったっていうのが多分本当に多分村で行ってんだなって思ったから、1番は村っぽいなって落としておきますね。夜が更けました。人狼に気をつ、人狼の8ね、8神で黒囲いするからね。あ、了解です。んでも1番に入れてない時点で1号って言わせるから、もう黒くなっていいよ。はい。1名の方が亡くなりました。8番、9番のプレイヤーが発言します。1黒、自分もとりあえず昨日1に入れたのは、自分が言ってたのは1と3の差で言ったら3の方が、差をつけたから良かったってことね。で、6、7が6、7、8までがもうみんな5に行くって言ったでしょ。で、自分もとにかく、占い師として出るまでは5の違和感が半端ないの。ただみんな言ってるからってことね。はい、もうそれだけですね。なんだ、7白か。もう本当に1周目のあの5の違和感しかないんで、ちなみに3番さんの色は3、白でしょ、これでも。白だね、やっぱね。まあだから、6、7が昨日の感じで言ったら、なんだろう、もう木を釣り寄せばいいと思うんだよね。
ぐらい。だから本当にこのまま1号なんじゃないかなと思ってますね。で、5も7に入れるっていうのは、なんだろう、もう表、あの、やりたくなかったからね、2点をみんなで見られちゃってるから、ぐらいしか本当に落とせないですね。はい。なんか、自分としては占い師出てきてもらいたかったから、その、なんだろう、かぶっちゃったから、なんていうの、じゃあ便乗1の7とかでいいんじゃないかなってことを言いたかっただけ。その後8が騎士で出てきたから、うん、わかる。1と3にはそんなに違和感は1周目としては感じてなかった。ただ何よりも5の違和感は半端ない。5って占い師として8しろ持ってたらなんか違うなとは思うけどね。4は整合性ある程度取れてるんじゃないと思うけど、潜伏してる5の違和感半端ないですね。5いきますね。1番のプレイヤーが発言します。俺はもう9-4かなと思ってるかな。なんか9番の発言で1周目の5番のその印象を未だに引き続いて占い審議に入ってるのがなんか4-9やなって思っちゃうかな。だから6番はぶっちゃけ分からへんけど、9番の単体の怪しさが6番の単体の白さを2倍ぐらい上回ってる感じするから。じゃあ俺1号ローローの世界線を言うと、5番が6、7、8から疑われてました。で、9番もほぼ同意の発言、気持ちを抱いてたんでしょう。その5番が占い師をして、そして1番は一番白い、もう目線が一緒すぎるっていうローローに見えるの。そう見えている9番の思考がすごいんだけど、それより4ロー、6相方とかって見えないの？なんかその思考すら出てきてない9番が、まあ、6番の話を聞いてないけど、その6番のやっぱ初日の発言の白さを群を抜いて黒くなっちゃうねって思っちゃうかな。まあ4番の1占いは分かるが、1に黒出すことしかなかった見えるけどな。なんかまあ4のじゃあ占い理由を聞いてそう思うなら入れたらいいんじゃないですか。俺は5番の7占いが真っ当だと思ってるけどな。っていうところを、まあ、審議してください。2番のプレイヤーが発言します。はい、多分今日僕噛まれるんで、4番残しときますね。多分4、6、9、3人外ですね。はい、6番が昨日主張した1番に対して、1番が5番を神経で置いてるのかわからない。それって人外要素足りえないんで、6番が1番にヘタ向けてる内容がまずおかしいし、僕も1番さんに対して5番強靭で見る視点ってどっから出たんやろうとは言いましたけど、5番が人狼で僕に白打ちをしている可能性もあれば、5番が強靭で僕のに白を打って盤面を広く保たせたい5番強靭っていうのもゼロではないんで、まず6番が村であれば多分1番に対して5番新居で見た理由を尋ねるべきやと思ってるし、その1点のみで6番って1番釣りをしている構図がおかしいと思ってるんで、それって僕の中では人外要素足りえてないんで6番人外やと思ってますし、そもそも5番って2番白やし、9番っていうのはハーコモレオンパレードやから、多分4、6、狼、9、狂人で見てますね。はい、1番が黒には見えません。1番狼で5番が相方やった場合って、多分1番が5番に対して心境精査を入れるっていうのが狼やったらかなりあざかいと思うし、昨日1番が3番との決戦投票で5番を狂人に見た理由っていうのに対しても僕は汲み取れたんで、1番村やと思ってるんで4番いきます。はい、4、6、9の3セットで見てますね。はい、村陣営はぶれないでください。9番村陣営であれば4枚入れてくださいね。はい、以上。もう僕の決断は変わらないで、まあ、間違ってたら先般かぶりますので、今日4番投票してください。以上です。2番さん、投票欄見てね。投票欄を見てね。まずね、5番さんが全く芯取る気がなかったのよ、めちゃくちゃ。5番さんって全く芯取る気なかったから、俺5番の強靭もめちゃくちゃあるかなと思った。俺1番つって3占いがいいかなと思ったけど、5番さんがちょっと強靭も少なからず芯取る気ないからあるんかなと思った時に、6番さん7番さんが結構1釣りの流れに持ってったんで、それなら3釣り1占いがいいかなと思って3投票した。で、昨日2番さん見てね、決戦で1、3の欄になってるのよ。1、3の欄になってて、自分が3に入れてるのに5番さんが3に入れてるのよ。これって5、1のラインがめちゃくちゃ見えてるのね。うん、だから1番さん占ったら結果黒。決戦投票で5番さんが4が3に入れてるのに、3に入れる必要がないじゃん。
1番さん釣られたら負けだから3人入れてるか、ここがイチゴのラインね。イチゴ人狼の3強は俺はあると思うよ。3番さんってちょっと結構おかしかったから、それか9番さんね。やっぱ1周目から出したいのって盤面荒らしたいの強人って あるから、いや今日2番さんこれで分かる、投票見たら分かるよね、イチゴのラインがあるのが。決戦投票で5番さんって3人入れた理由言えないよ、見てて。5番さん決戦投票でなんで3人入れたの、今日1釣りでお願いします。5番のプレイヤーが発言します。はいはいはい、全部じゃあ言いますね、4番さん。はい、まず昨日7番行った理由が、8のポンコツ騎士が、4号新郎で置いてるにもかかわらず、4番さんって7球絶対釣りたくないって言っとってん。で、俺って7球ランで上げてんねん。なのにもかかわらず、ポンコツ騎士が1、3で上げてんやんか。どっちか1人入れろと思ってやんか。俺と4番さん新郎で見てるんやったら、なんで俺だけ偽と決め打って1、3のラインにするのと思って、めっちゃ腹立って、7が黒に見えとったから俺は7に入れた。で、7番さん占って真っ白やったからごめんなっていう話。で、3に入れた理由は4番さんが一発目1入れてたから。だから3人入れた。うん。で、1番さん昨日も言ったけど、もうしっくりきたから、うん。俺も相方ほんまに9。で、6がな、暗やったら結構うまいなと思ってんねんけど、もう1は省いてる。で、6番さんも真っ先に俺叩いてきたから、結構印象いいねんけど、せやな。うん、まあ4球でしかないと思ってんで、うん。で、9番さんの今日の俺の偽要素言った。違和感しかない。違和感なんですか、それで。何の違和感なんですか。で、俺が8白打ってる人物がおかしいなっておっしゃってましたけど、僕白打ってんの2ね。はい。2です、9番さん。はい。ちゃんと人の話聞いてもらっていいですか。勝負。はい。もう9番確実人だよと思ってるんで、はい、今日は絶対4に行ってください。はい。昨日一発目7番さん入れた理由はそれ。で、3番さん入った理由もそれです。はい。以上、4で。6番。のプレイヤーが発言します。今日まあ1、4のランということでいいですよね。なんて言ってたっけな、何言ってたかちょっと忘れちゃったけど、なんだっけな、あ、9番、あ、じゃあ5番が強靭かもしれないって、な、4が言ってたのかな。いや、9番が、あ、5番が強靭ぽくないなと思ったり、何を言えばいいんだこれ。うん、5番強人だったらこんなね、占いに出てこないと思うけどね。はい、まあ、それで終わりと、469で2番さん見てたけど、6、46ローロに見えると。いや、何を言えばいいんだこれ。これ1入れますけど、1番の言ってた、いや、ごめん、ちょっと忘れちゃった。6番さん黒くならないで。これまあいいけど、俺つっても6釣れるから。いや、正直、1号路9強に見えてるんですけど、ちょっとすいません。何を言おうと思ったのか忘れちゃいました。5番さんがね、言ってることが、ちょっと分かんなくなっちゃって。これ6が。すいません。忘れちゃいました。6番さん。6番さん苦しそうですね。4番さんがね、今日、5番強人19狼で最終結論出してたら、ちょっと占い心理悩んだんですけど、4番さんが最終結論、51狼9強人を追っているのが僕は分からなくて、51狼だったら、で3の白が見えてる場合ね、51狼で3の白が見えてる場合、8番さんが1、3ランテージしてるんですよね。そしたら、初っ端から3釣ればよくない？ 5、1狼だったら。わざわざ7番に施表して、1番が釣られるかもしれない状況で、悠長に7番投票してる場合じゃないんですよね、5、1狼だったら。かつ、5番さんの今日の発言の通り、4番さんって最初の投票って、もう一回見るね。4番さん最初の投票、あ、4番さん最初の投票3に行ってるんや。なんかそこ捏造してんのか。あ、それちょっとわからなくなったね。ただ、それでも51のラインって僕あんま見えないけどね。51狼やったら3投票すればよくないと思ってるから。
かつ、まあ正直言うと、1、3ランテージで僕は最初1投票してるんですけど、同票になった時点で2番、8番さんが3投票してるから3に合わせるのは割と普通だと思うんですけど。いやー、おばさんでもそう熱をしてんのか。ただ5、1の紙には見えないですけど、5、1やったらもう間違いなくブレずに3投票でしょと思うんですけど。かつ6番さんが今日そこまでなんで失速するのかなと思ったから4投票しますよ。全プレイヤーの発言が終了した。若者よ、そう簡単に結論を急ぐな。OK、157。投票が終了しました。追放されるプレイヤーは1番1番の遺言を発表してください。2回目の。なぜ2番側の発言をして僕に言ったか分からんけど、じゃあ、7番が言った通りじゃない。5-1ローローでなぜ5番は7番に投票したんでしょうか。相方の1番が投票対象に上がっている状況か、なぜ7番に投票したのかなっていうのが普通に疑問なんですけど。俺、19、まあ、もしくは16で精査上がったとして、なんか俺自身が黒くなった理由がわからないし、4番か5番よりも芯を獲得した意味がわからないんだけど、言語化してくれないかなって思っているレベルでわからないけどなと思っている。本線は46ロー9強靭かなって思ってるかな。なんか9番は、なんかぶっちゃけ誰が狼なのか分かってなさそうな、なんやろ、怪しい人は怪しいって言うし、本物っぽい人は本物っぽいっていう、なんか、狼ってそれ言うって感じに見えちゃったから、なんか6番のその今日見えた世界線の中での精査ができないのが46の狼なのかなって普通に思ったかな。まあでも4級も全然あると思ってるけどね。わからない、そこは。普通に4級ロード3強靭とかもあったかもしれないから。まあ、ただ51に見えてるなら普通にやばいなと思ったけど。まあ3強以外は負けなんでお疲れ様でしたって感じですね。なんか5番さんは申し訳ない。自分が黒くて5番の芯が獲得できなかったら申し訳ないかな。夜が更けました。人狼の方はどんな根拠があるのかな。1名の方が亡くなりました。2番、4番のプレイヤーが発言します。7しろ。7番さんが猛烈に4釣り誘導が、もう5から囲われて俺釣りに来たようにめっちゃ見えたんで、7占ったら結果白ね。やっぱり1五人狼、7強あると思うよ。7番さんがなんで1に初日あんだけ怪しんでて俺に変わったのかが俺にはわからない。俺って3番に投票してるのね、初日。俺3に投票してて、決戦って3-1の欄になってるわけ。3-1の欄になってる時に5番さんって俺が3に入れてるのに、3に入れてる時点でもう1号のラインって見えるよね、明らかに。1番さん釣られた時って占いロラで負けちゃうから、5番さんって3言ってるのが見えたから1占ったら結果黒ね。決選投票で1に入れてない時点で、もう5がローでしょ。6番さん1言ってるからないでしょ。9番さんも。1号ローローでしかないよ。絶対今日は5釣りね。7番さんの強靭があるから絶対、他グレーとか行かないでね。もう決め打ったんで今日は5言ってください。5番のプレイヤーが発言します。
はい、お願いします。いや、強靭あるんやったら6でしょ。昨日の失速はやばすぎるでしょ。6番さん、そら黒ね、宿6見られてしゃあないけど、6番さんしろってことで、7番さん確実村やと思ってるから、6番さん強靭やったら俺に入れていい。で、もう村は4行ってください。だから4球やね、最初から。うん、4番さんだから1周目、球釣り押しとってん。で、何がわからんか、わからんく買ったけど、2周目になって、今日は、7球は絶対釣りたくないって言っとってん。うん、なんで変わったんで、普通に思わへん。で、1号に見えるんすか？俺って1と絶対釣りたくないって言っとった人間なんすよ。はい。わからんかな？これわからんか、マジで。で、昨日言ったやん。で、3熱をしとったのごめん。俺、4番さん1入れてると思っとったから3入れた。でも、俺は3で今日落ちてると、若干今日臭いから。でもな、6がな、1、なんでな、1後にそんな見えた？全然分かれへんねんけど、マジで。せいさん、1番さん、まっとうすぎん。で、6番さんもいいと思ったから外してんねん。で、9番さんおかしい。てか、これで9行かれへんかったらマジでおかしいと思ってんで。俺の昨日の黒要素も熱動プラス熱動やったやん。だから4球やねん。うん。もう4球でしかないねん。これもう分からなあかんと思うで。俺も喋り下手くそやけど、9番のさんの話聞いて、なんで村と置けるんって思ってるで。うん。これもう6が今日やったらしゃあないねんけど、もう分かって、これはほんまに。4球でしかないから。はい、今日絶対4行ってください。以上。6番。のプレイヤーが発言します。はい、お願いします。4球はね、あると、いやー、まあそうね、正直5番さんが強靭かなってちょっと思ってたんですよ。その投票先的にね、1日目の。でも今日5番さんが6シロ打つ教師絶対ありえないんで。でも5番、昨日までは5番次落として終わんなかったら、5番強靭で9番ローかなって思ってたんだけど。9は初日から言ってたけど、強靭な可能性は大いにあり得ると思ってるから。いや、ね、大きいくよ。で、今日の話聞いて、いや、9か5か考えますけど、今現状ちょっとなんか9いきそうですけどね。で、もう一回話聞かせてもらって、4号センサーつけたいかなって、正直思ってます。はい、以上。あ、6強だ。のプレイヤーが発言します。いや、6番さんって核強靭じゃないの、これって。今日4号精査でしかないし、基本的には皆さんの民意で昨日一番釣ってるんだったら、5釣りってなるんだけど、4号精査でしかなくない。明日迎えたい6番さんって4号に進路を見えてる6番強靭かなと思ってるから、4号進路かなと思ってるんですよ。で、4番さんにもう一回言うと、4番さんは今日の時点でも5、1、狼、7の強靭がある。まあ、昨日の時点では9の強靭があるって言ってたけど、5、1、狼の時って、決選投票同行の前に、初っ端3投票じゃない？ 5、1、狼だったら。5、1、狼で5番が7番に投票してる余裕ってないと思うんですよ。確実に1、3なんだったから。4番さんの視点で、なんで5、1にしかならないのって、もうそれ本当に占いレギュレーションの辛抱でしょっていう固定概念でしかないと思うけど、その精査を落とされたら僕は精査できなくなるよ。7勝の見えたんでしょ？で、1黒持ってるんでしょ？9は5言ってくれると思うけど、まあ、6が1、9には見えないか。1、9だった場合って9番さんってあれやもんね。4釣るっていうもんね。いや、マジでわからん。なんか固定概念でしか喋られてないから分からんなって感じ。かつ6番が強靭に見えてるから、4号ランで、4号ランでしかないと思ってるから。そこで決め打ち。はい、じゃあ。9番のプレイヤーが発言します。これはね、言ってあげる。LINE ってのは人外って本当に交わすから。要は、1、3何ページになった時に、
霊能が一画してるでしょ。で、3に、入れて1が釣られた時って5はすっごい困るのよ。だから5、1しかないのよ、逆に。もう、7番さんも、今の6の発言を聞いて狂人を置いて決め打ちだから、こうお前なんで俺が黒くなるんだかさっぱりだから、じゃあ5番はずっと黒いと思うんだけど、絶対に今日は9占いでしょ、せめて。いや、1周目なの違和感、絶対5のローだよ。で、それってむしろ人外のやることだから、あそこで、もう一回言うけど、ランテージが白角が1、3に入れてるわけでしょ。その時に、1が釣られて、3なやった時って5のローしかなくなっちゃうのよ。これ分かってくれないと、7番絶対勝てない。今の6の発言聞いて分かるでしょ、6が強靭。もう決め打ち場面、5言ってください。全プレイヤーの発言が終了。6番5言ってくれ、分かるかな俺のご主人。6番ステイをするんかな。6が俺入れたら負けるんだけど。ああ、狂人は？狂人いるよね。狂人しよう、頼むで。え？はい。まあ、最初のランテージがもう、クソすぎだから。何？狂人しようねえのか。おい。うん。3狂人なの。なんで4番さんが7球絶対釣りたくないって言ってんねん。で、俺が7球絶対に釣りたい、釣り押すって言ってんねやんか。いやー、それで1、3のランにするのもおかしいねん。8番が、俺と4番さんを振動で置いてるんやったらな。そのランテージってマジで意味わかれへんからな。うん。だから9、9を釣られへんかった。まあ、俺も、もうごめん。その、発言めちゃくちゃ暗かったけど、あれやけど、俺はもう、伝えたいことは全部伝えたと思ってるから、これで9じゃねえのか。まあ、9で、もうおかしいことずっと言っとって、で、それを4があれ、4釣られへんかった。まあ、俺も悪いけど、もう村もちょっと、まあ、村のせいにしたからな。俺のせいやな。うん。だからごめんなさい、芯取られへんくて。うん。ですね。以上。7かもか。7の狂人ねえやろ。その疑いにはどんな根拠があるのかな。九クロと1名の方が亡くなりました。7番、9番のプレイヤーが発言します。自投票しますね。大丈夫です、強靭でした。なんだろう、5番さんはもうパッション的に死んだったんで大丈夫です。4番のプレイヤーが発言します。6番さん惑わされないのね。まず俺が人狼だったら強靭使用してる7かも必要がないから、紙なしにするからね。多分キューバさんって俺の狂人おったんだろうけど、俺死んだから。俺死んなんで、5番さん狂人なんで、91ロールをね。今日9つって終わりです。自分が人狼だったら狂人死の7番さん噛みません。6番のプレイヤーが発言します。はい、9入れます。全プレイヤーの発言が終了。その疑いに。9強靭なら強靭使用するやろ。これ7強だったらちょっと使用遅すぎよな。誰なん強靭、やっぱ6なん。終了しました。追放されるプレイヤーはゲーム終了、人狼陣営の勝利です。うわ、危ねえ、これ3強や。うわ。14。キバさん。キバさん、強靭使用したら、6番さん9人しか入れられないっすよ。いや、もう9人しか入れれなくなりました。もうたくましい対抗勝たれへんねんけど、マジで。いやいや、俺正直、初日1番さん釣られるかと思ったよ。ヒヤヒヤしたよ。
ああ、よかった、釣られて。で、9無駄だよ。いやまあ10目線は嬉しいに見えるからね、どうしても。いやもう初日1釣りたかったっすね。いやなんか今のごめんなさい、逆に。あ、そういうことなの。あれね、あれ6も9も強靭しようした方がいいね。あ、そうなんですか。うん、俺、ナンバンさんが強靭だったら多分、9釣りをすると思ったから、絶対ねえなと思って。